中田さん、ちょっとごめん、ムクちゃんにさ、シルペナだけ入れといて、一滴今溶かしてもらってるから。まあでもね、こうどっちもそうだけどさ、少しこの子もまだ若いのに尻がちょろっとついてるからさ、歯ブラシ使ったデンタルケアはした方がいいっすね。まあそういうあのおもちゃのやつは使ってもらってもいいんだけど、それプラス舐めるかな、偉いじゃん、舐めれるじゃん、この子だけできるの。まずどこと、この子の方ができるね、どっちも混ぜが短いからさ、やりにくいんだけど、そうです、ね、軽く混ぜ、あの、コントロールだからね、ギュッと持つだけじゃなくて、そうするととりあえず歯の外側からね、要は外側の奥歯がつきやすい、歯周病になりやすい、プラスやっぱ歯の裏側も、ね、こういうちっちゃい子は本当なりやすいからさ、歯周病に。はい、じゃあちょっとどっから行こう。すごいな、本当にそのドライフードっていうか、そのグランベリーだけ？だけです。なんで太るの、そんなこんなに。おやつも本当に一かけらあげるぐらいで、小屋に戻すときに。それどこに売ってるんですか、そのグランベリーでしたっけ？普通にスーパーとかに。普通のスーパーに売ってる。あ、そっか、そんでメタボビスケットもちょっと食べるかどうか試してみて。こっちの子にも1枚ちょうだい、食べるかどうか。置いてください。やっぱりごめんね、食べれるこれ。この子も多分さすがにあんなもんじゃないかなって気がするんだけど、食べない。要はセミウエットタイプかもしれないんだよね。もしセミウエットタイプだとするとちょっと繊維が少ないから取りやすいかもしれない。マクちゃんがドライフードを食べないんですよね。完全にカリカリになって、で本当に固くなり食べないんで、コマちゃんは何でも食べるんですよ。ああ、別にドライでも食べる。ドライでも食べるし、だから一層太ってる。コマちゃんの方だけドライに、完全なドライのダイエットのやつにして、っていう方法もあるかなっていうのは。ちょっとサンプルフード出します。ちょっとありがとうございます。中田さん、はいはい、メタボリックスのサンプルあったかな。メタボリックスメタボリックスなかったら、あの小分けで 100g あげて、多分あの子で、ナナちゃんで使ってるから入ってね。メタボリックスっていうドライフードがあるんですよ。で、体脂肪を燃やしやすい成分が入ってるから、そういうのサンプル出してみます。食べんかったらさ、ダメだからさ、一回試してみてください。はい、で、それのトリーツがこれなんですよ。メタボリックスバスケット。ね、だけど、まあ、ここではね、ちょっと今、ね、緊張してるから。ちょっと、この足はやっぱりついてないから、伸びが違うね。
あった3分。3分じゃないから50円。50円。100は減る100。こっちがなくなる。あ、なくなっちゃう。ほんじゃあ50円で今使ってるから。今飲めたら。うん。じゃあ50円です。よし、やっと終わった。お尻だ。はい、こうません。はい、ごめんね。あ、この子も毛が刈ってあるから。これ毛が刈ってないと、こう思うんですよ。そのまま絞ると、えらいことになっちゃいますよね。そうですよね。あ、この子は、難しい。でも、相当出た。ここにいっぱいついてます。本当だ。結構ブチブチって出てきたからさ。そうなんですよ。これは出しにくい。本当に出しにくくて。うん、だからこれちょっと太りすぎだな、この子は。太ってるから出しにくいんですね。うん、そうそうそう。だってこの辺ムチムチしてるでしょ、この。そうですね。うん、こんなにムチムチしてる気がしてて。よいしょ。いいよ。よいしょ。ダニの予防薬ね、マイクリガードっていうのをつけますね。はい、はい、この子もつけますね。よし、じゃあムクちゃんはもういい。はい、どうぞ。ごめんね。やめてくれない。はい、じゃあこの子は少し溶かしてもらおう。はい、ソニアさんお返しして、で、この子もらって、はい、止めるよ、一回。あ、いいんだよね。